森屋の御子ともよ。あれは確実にできてるな。いきなりなんてこと言うんだ。かなこ殿も見たであろう。二人が仲良く手を繋いでるのを。それだけだろう。決めるには早計すぎないか。いや、森屋の御子の顔。あれは完全に女の表情だ。照れてるだけとは思うが。あの短時間にかなり親密な雰囲気になっていた。巫女が惚れやすいとかでなければできない反応だ。サナエが惚れやすい？そんなことが。心当たりがありすぎる。当たっててくさ。はっしょい。いやそれにしてもサナエは女だ。桃代殿が受け入れるかどうかだぞ。知らないのか？桃代は二刀流だ。言い方よ。桃代は懐が広い。男も女もどっちでも大丈夫。加えて面倒見がよく性格が色男のそれだ。受け入れてくれるさ。しかしだな。何か問題。ああ、なるほど、わかったぞかなこ殿。なんだ？今考えてる問題の答えは、今後の動画にて明かす。今言わないんかい。